やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。なにわ男子、1年ぶりに占います。2024年後半から1年間の運勢です。はい。去年の占ったやつの答え合わせは固定コメントとかに貼っておきます。動画概要欄とか。はい。基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法、動画概要欄からで、私も昇降先生も受け付けています。で、お知らせ一つさせてください。6月15日土曜日に、角川さん主催で、玉木の占いのセミナーをがっつり、濃い内容でやります。願いの叶え方伝授しますし、タロット占いのね、やり方とかも教えします。初めて。はい。ぜひぜひ。お待ちしてます。お土産もいっぱいあるよ。はい。なにわ男子。去年ね、2023年、恋愛系のスキャンダルが多くて、って思ったファンの方も大勢いるかと思いますけれど。大勢っていうか、みんなかな。ファンじゃなくても、って思うくらいいっぱいあったね。なんかね、もう、ちょっと、わけわからないくなるくらいいっぱいあったよね、何かね。ちょっと誰がどうなんだか忘れちゃったけど、もはや、私は。うん。その、忘れた状態で占うけど、はい。占いましょう。グループ全体の1年間の運勢と、7人それぞれの運勢、仕事を、さて、まず、グループの運勢。去年、どんな結果だったっけかね。固定コメントに貼っておきますけれども、答え合わせしてみてくださいませ。よっぽどのことがない限り、過去動画消さないで撮っとく人なので、よっぽどのことって、例えば、大炎上したとか、そう、なんか、とってつもない炎上の仕方をしたとかで、ファンの方からめっちゃ、ね、もうこんな動画はやめてくれってすごいもう散々言われちゃったとか、すごく稀に芸能人の5人のなんか弁護士さんとかから動画削除してくださいって聞いたり、ごく稀に、ごく稀にです。うん、とか、ね、そんなことがない限り、でも大炎上しちゃって消したというか、こう、公開をね、限定公開とかにしたとかは過去に何本かあるけど、うん、大体外れてもそのまんまに放置しとくんで、答え合わせしてくださいっていう、そういう話です。なにわちゃん。なにわちゃん。しっかりって感じ。頑張れ。はい、グループの運勢。ズバッと出ました。なんかさ、一般的にさ、なんか結婚を彷彿とさせるようなカードが出て、ドキドキしちゃってるんだけど、まさか、もうするなんてことないよね。若いもんね、みんなね。まさかないよね。いや、なんか女帝とか皇帝とかさ、ワンドの4とか出ちゃうと、ね、なんか、普通にこれアイドルの占いじゃなかったら、あら、結婚かしらとか言っちゃうような感じだけどさ、さすがに、どうかなって思うので、まあ、それの可能性は排除しながら、うん、ちょっと見るけど、運勢、そうだな、まあまあって感じ。まあまあ、そうね。ね、なんか、去年のことかね、何か後悔したとか、そういうのを踏まえて、今は、かなりこう、やる気で、こう時代に乗ろうっていうかね、風に乗ろうっていうか、かなりスピード感を持って頑張ってる感があります、現在。で、近い将来のこの女帝が何かなって、そう、突然女帝のカードが出たのは何なんだろうっていうのが、これだけ、ん?ってか、またスキャンダルみたいな、それをこう、ね、こう、言ってるカードじゃないといいなって、ふと思うんだけど、女帝としたみたいな、なんだろうね、アイドルででしょ?いや、一般的な意味としては、母性とか、女性らしさとか、豊かさとかね、優しさとか、そういうカードよ。
でもね、アイドルの運勢を占ってていきなり女帝出たらどうしたってまたそう女性関係じゃないといいなって思っちゃう私なんですけど、そうこれはなんて読めばいいのかわかんないから、このまま女帝が出たよって言っとくわ。うん、で立場、彼らの立場が皇帝を背景にしてカップのエース。だ皇帝もね、こう女帝が出て皇帝がこうやってセットで出ちゃうと、どうしてもさ、こう社会的責任とか、あとこう、対になるとなんかやっぱ夫婦っぽいじゃん。だっけ、ああ、なんかこう、責任を持った大人同士のね、結婚とかさ、がよぎっちゃうんだけど、まず、ちょっと横置いといて、それは。普通に、社会人として、大人としての責任、社会の中で自分たちはどうすべきか、ファンの皆さんに向けてどうすべきかみたいな責任感が、ようやく今年は、こう、がっつり芽生えるっていう風にリーディングしておくね。そう願いたいなと思って。で、環境もワンドの4。これもね、一般的に出ちゃうと、まず最初に、こうみんなが喜び合って、ね、四本の、こう、家みたいなのがあること、結構っていうのを、よぎっちゃって、あーってなるんだけど、それも横置いとくと、そう、チームとか、組織として、こう、ちゃんと、うん、組織の中でみんな責任感を持って、そういう組織っていう構造として動くみたいな。そう願いながら読むわ。なんか今日どね、どうしようね、しどろもどろだな、うん、そうであろうあることを願いながら。で、可能性のところにさ、逃げるとか移動するカードが出てんだよな。なんだろうこれ、なにわちゃんもあれ、なんか会社作りましたとかいうなっちゃうのかな。なんだろうね、なんかどこかにこう移動するよみたいな、移動のカードが可能性のところに出て、で最終結論があんまり振らない。これまさに仕事とか勉強とかが不振、振るわないカードなの、ペンタクルのページの逆。真面目なね、真面目で地道で勤勉なカードが逆目っていうので、勤勉さに若干欠けるみたいな。うん。なので、最初はいいんだけど、後半が微妙で、だからまあまあって言った。対策注意点にも移動のカードが出てるのよ。なんだろうね、どこに何を移動しちゃうんだろう。うん。うん、そうだな、何かしらの動き、こう物理的な、なんか動くみたいなのはあるかもね。うん。はい。だいぶ苦しくなっちゃったな。なんか、グループのリーディングが。はい。じゃあ一人ずついきます。西畑さん。一番印象に残ってるのは、女装して、の誰だ西畑さんじゃん。西畑、大西、大西くんはないか。あれ、すごい可愛い子は大西くんだっけ、それはないか。誰だっけ、女装してたの。あれがちょっと忘れられなくて、女装してまでみたいな。それはそれでけなげだよね。なんか、一生懸命じゃない、ね、そこまでするならなんか、もう、許しちゃおうかなって、いや、許せないかもしれないけど、うん、なんかね、必死だなって、女装してまででも取られるって一番こう、なんか、本人としてはね、ああって感じだったろうなと思って。それはそうそう、誰だかは思い出せないんだけど、今裏っていうのは西畑さんです。7人いるからね、ちゃちゃちゃっとやるね。瞑想してるな、なんか迷ってる。ズバッと出ました。ああ、後半はいいね、西畑さん。最初なんか去年から今にかけて。全体的に不安定よね。カップのカードがさ、いっぱい出てさ、心が不安定で迷いとか、なんか自分はどうしたらいいんだろう、みたいな、なんかこう、ふらふら、ふわふわしちゃってる感じ。
で、近い将来衝動性、衝動的になんか言動、そういうのに注意。ファッて思いつきでなんか言っちゃうとか、なんかしちゃうとか、そういうのに注意です。で、でも総合的なここはいいね。立場は賢いね。うん、頭脳戦で賢くいくと思う。周りからの評価が、ちょっと、こう王様っていうか、独りよがりとか、わがままとかに見えるかも。自己中心的とか、自分のことばっか考えてみたいな、わがままな風に見えちゃうかもしれない。最終結論はいいです。過去の辛いさとか、過去やっちまったことをこう乗り越えるみたいなのが出てます。はい。で、対策注意点もワンドのクイーン。そうだなぁ。なんか、一人よがりとか、一人で勝手に決めて、勝手に行動しちゃってみたいなのに注意だね、全体的にね。なんか、仲間でなんかしようみたいな、みんなで解決しようみたいな感じじゃなくて、一人で決めちゃう、一人で考える、一人で行動しちゃうみたいな感じが多く見られるかも。それに注意です。はい。で、大西さん。なんかもう、やっぱさ、思ったのは去年あれだけスクープが出たってことはさ、それまで、いかに、こう、揉み消してたか。そういうのを、ね。そういう、そう、週刊誌がさ、なんか、過去もさ、なんかいろいろ、まあ、なにわ男子だけじゃなくてね、全体として、いろいろスクープ撮ってたと思うんだけど、いろいろ揉み消してたんだろうなって、うん、ふと思ってしまった。揉み消せなくなったから、出ただけなんだろうなとかね、ふと思ったりしちゃったね、大西さん。大西さんもなんか、不安定になってるな。感情的になっちゃってる。ズバッと出ました。大西さん若干不安かな。今すごい悲観的っていうか、人間関係はうまくでき、やってるんだけど、でも過去に選択を迫られるっていうか、どうしようって迷って、今もまだ迷ってて、すごい悲観的とか感情的になってて、もう誰も味方なんていないんだみたいな、なんかさ、ちょっとこう、そう。被害者感みたいな、悲観的な感じになってて、で、近い将来が心配なの、世界の逆。これさ、なんか中途半端なところで投げ出しちゃうカードなので、ないとは思うけど、例えばグループを去っちゃうとか、一番、考えたくない一番最悪なやつね。うん。じゃなくて、そう、ライトなやつだと、なんかやってた仕事を途中で投げ出しちゃうとか、ちょっとお休みしちゃうとか、なんか、中途半端なとこで何かをこう、もうちょっと今できないみたいな感じ。やらないみたいなのが出てる。で、なんかね、ピリピリしてるんですよ。警戒心みたいな感じ。周りから見ても、自分の立場も、なんかこう、傷つけ合うとか、キーワードがね、傷つけ合う、戦う、虚しい、うん、言葉で、傷つけ合っちゃうとか、情報で傷つけ合っちゃうとか、それによってなんか自分の信念を見失っちゃうとか、なんとなくこう虚しい感じが全体的に漂ってる立場と環境にね。ただ、最終結論はまたこう立ち直って勇敢にね、馬に乗って走り出しそうなので、まあまあ大丈夫かなとは思うけど、なんとなくそう、途中までずっとこう不安定な感じがあるかなーって、うん。はい。で、道枝さん。ズバッと出ました。道枝さんも後半に行くといいかな。過去になんか別れとか人間関係の不和みたいなカードが出てて、で、今もね、お休み、なんか休息休憩とか、仕事がはかどらないみたいな感じが
出てます。なのでなんか前に進まない、進めない感じ。考えてはいる、賢く考えてはいるけど、なんだか前に進まないな、みたいな。で、そこから抜け出しはするのよ。抜け出しはするの。なんかこれからはっていうか、まあ今までもそうかもしれないけど、真面目にやろうみたいな、大事なものを守ろうみたいなさ、そういうのがすごい高くなって、で、あ、今の現状、今与えられた環境の中で幸せを自分は見つけよう、頑張ろう、今の状況に感謝しようみたいなのは芽生えて、それでこう苦しみから解放されたり、あ、じゃあ自分のやるべきことはこうだよねっていうのがこうクリアになると思います。道枝さんは選択を迫られますね、結構厳しめに、うん、どうすんの、どっち選ぶ、どれ選ぶみたいな感じで、真面目な方を選ぶんじゃないでしょうか。はい、良いと思います。ちょっと真剣な眼差しみたいなね。高橋さん、道枝さんって何かあったんだっけ、確かなんかあったよね。っていうか、3人くらいなんかあったよね。だ、もう誰が誰やだみたいな。はい。高橋さんはどうでしょうか。高橋さんはなんかあったのか、ない、ない。なんかファンもね、試されるよね。それで、ファンを辞めるのか、スキャンダルとかがあったら、いや、これからはもうね、ジャニーズは前と変わったんだ。なんて言ったらいいんだろう、これ。慰めにもならないかもしれないけど、もうそういう、ね、スキャンダルもこれからバンバン出るかもしれない。それでも、うん。ファンでいい、推しでいい。こう、推していこうみたいな、ね、覚悟が持てるのかしら、みたいな。なんかね、試されてる感があるね。難しいよね、でもそれって、うん、やっぱね、リアルな誰か女性の影がちらつくと、それはいや普通に嫌だよね。そうだよな、まあ普通に嫌だよな。その人が、自分の推しが幸せになってほしいとは思うけど、ね、ガチでもう本当に結婚しますとかなら、はぁ、さあそこまでの覚悟なら、とか、ならあれだけど、なんか、ダサいバレ方とかするとさ、ちょっとね、確かにない。はい。なんでもないです。はい。高橋さん。高橋さん、ちょっと冴えないかな。自信を失いますね。失ってるかな。今、過去から現在にかけてね、だいぶ仕事を失ったりしてない？減ったりしてない？どうですかね？なんかペンタクルが逆向いちゃってるので、仕事減ってないかな？みたいな、そういう現在にかけて。うん、で、近い将来、よし、もう一回やる気出していくぞっていう情熱の炎に火がつく。何かが始まる予感がするんだけど、この辺が軒並み悪いね、総合的なとこ。まず、立場が自信ないです。敗北感とか、目標が高すぎて達成できずに、俺なんてってこう、自信なくしちゃうとか、周りから見ても、そうね、なんとなく、わがままとか、西畑さんも言ったけど、わがままに見えるとか、自分勝手に見えるとか、で、最終結論もペンタクルのその逆なので、なんか協調性に欠けるみたいな。そうだな、全体的にこう、独りよがり感みたいな。自分勝手な行動を、ね、はい、修学旅行、遠足中はね、自分勝手な行動はしないように、みたいな。よく言われますけど、ね。でも言われてもフラフラってこう、なんかね、一人くらい迷子になっちゃったりさ、集合時間に来ないじゃないか、みたいな、そういう存在にならないように注意ですね。初心忘れないでくださいませ。はい。頑張れ。頑張れ。うん。はい。で、長尾さん。ちょっと今のところ、
みんな厳しそうね。だいぶ厳しそうだな。タワー、ナオさん何があった？苦しみのカードとか対策注意点出ちゃった。長尾さんも移動のカードが出ちゃった。ズバッと出ました。長尾さん、大丈夫？まず、すごい心配なのはメンタル面ですね。悩みすぎて大丈夫かな？いや、大丈夫じゃなさそうだな、みたいな。暗いもんだってタワー出ちゃって力の逆出て、周りから見て忍者の逆で、なんか、こう旅立つカードとか出ちゃったり、フールの逆とか対策注意点にね、すっごい悩むカードが、不眠とか悩みのうつうつとしたカードとか出ちゃって、全体的に苦しみの中にいそうですね。もうちょっと限界みたいな。何がそうさせちゃったのかはわかんないんだけど、かなり辛い状況にいると思う今。周りは頑張れ、大丈夫だよって言ってくれてそうだけど、いやもう自分はもうダメだ無理だみたいな、なんかさ、どっか行っちゃいたいみたいな、逃げたい、どこかに行ってしまいたい、不安定だ、苦しいみたいなので、もうなんかこの画面が覆われてる感、うん、そう、逃げたいが一番強いかな。辛い、逃げたい、どこか行ってしまいたいみたいな、なので、もうね、長尾さんの場合、運勢っていうよりもはや、うん、大丈夫、頑張って、でもこんな時に頑張ってっていうセリフはダメだから、そのくらいにはうつうつしてるから、とにかく今を乗り越えて、ね、人生長いし、生きてるといろんなことがあるし、うん、今は辛い時期かもしれないけど、またね、お日様が上がってきて、明るくなる時も来るから、とりあえず今の辛いのをなんとかこう乗り越えてな、ね、みたいなさ、もう最大限の励ましの言葉をこう投げかけたい感じ。占い師として、もし目の前にいた。ね、辛いよね、うんうんって。なんかもうひたすらこうカウンセリングになっちゃうような感じよ。だいたいイメージ分かったかしら。そのくらいには苦しんでるなっていうね。なので、仕事どうこうっていう感じじゃない。うん、それよりも本当にメンタル、内面的なところですごい苦しんでそのので、なんとかね、生き延びようって言ったら変だけど、うん。今年はなんとかこうやり過ごしていこうみたいな。うん。いいからもう仕事はって。仕事はいいからってあんまりね、こんなファンの皆様向けのところであんまり言いたくないけど、ご本人が目の前にいたら、いいからいいからっていう、そのくらいにはきついかなって思った。うん。はい。なので、運勢っぽくないけど、まあ、そういう、わかったかな？そんな感じです。はい。藤原さん。はい。藤原さん。おー、いいね。藤原さんは、スカッとしてるね。おー !100 点に近い。ズバッと言います。藤原さんは素晴らしいです。うん。潔いし、すっきりしてるし、明確だし、自分が何をすべきかみたいなのが。うん。ただただ自分は前に進むだけだみたいなさ。潔い、本当に。ええ。とても良いですね。100点に近いです。藤原さんは過去ね、ルール、モラル、正しさのカードが出ていて。で、今も、そう、悩んだ形跡はあるんだけど、そこからこう解放されて、よし、自分の行くべき道は、やるべきことはこれだっていうのがすっごい、まあ、明確なビジョンとして見えて、進んでます。もう、突き進んでます。で、仕事で大成功のカードも出てるし、繁栄のカードね。で、
藤原さん自身は女帝の逆が出てるのはこれがなんだかよくわかんないけど、自分自身は現状の中で、移動じゃなくて、移動のカード出ちゃった人もいるけど、移動じゃなくて現状の中で幸せを見つけよう。で、周りからもすごい思慮深い人だなって思われてるし、うん、やるべきこともちゃんと選択できて、それに向かってこう情熱を向けられるかな、うん、ですね。何も言うことがないです。はいあの、いいことばかりの方は別に特に注意点とかもないので、さっと終わります。大橋さん、あ、やっといい感じの運勢の人が出てよかった。大橋さん、藤原さんって何もうクリーンなのかしら、何もなかったのかしらね。すごいいい感じだったけど、大橋さん、なんか選択を迫られる系の人が多いね。大橋さんズバッと出ました。大橋さん大変ね、なんかいい悪いが、うん、なんかもう波がさ、なんかこういうなんかさざ波じゃなくて、運勢のこのないい悪いが激しい運勢みたいな感じ。大橋さん激動の一年みたいな。まず去年、過去バランスを崩してるとか、なんか何かの両立に失敗してるって出てます。で、今もう悩んでます。悩んでるし、自信なくしてるし、うん、あの、なんだろうね、これ、罪の意識なのか、法の逆とか、なんだろう、なんか自分はダメだ、みたいなさ、すんごい悩んでる感があるんだけど、それでも、やらなきゃ。やることはやらなきゃって必死にやってんのね。で、近い将来正義のカードですよ。なんか、何かこう、ね、審判が下されるっていうか、選択を迫られます。どうすんの？どっちにすんの？どのバランスとして A と B とありますけど、まあ、両方同時にね、上手に器用にやってもいいし、どちらか比重を置くとか、なんかその辺バランスを考えなさいよみたいに、なんか選択とかバランスとか、配分をなんか迫られる。で、この総合的なところは怒涛ですよ。ご本人の立場今、限界のカード。ここでもめっちゃ悩んでる。ソードの9が出てるし、タワーも出てるから、何かが限界なのよ。もうやだ、もう限界ですみたいな。そう。かなりきつい状況にいます。ただ、環境に天照大御神様が出た。なんだか激動でしょ？自分自身はもう、マイナス100みたいな感じなの。もう、限界も限界、マイナス100でもう、身を置き取れませんみたいな感じなんだけど、彼を取り巻く環境は、もう100点っていうか、1000点っていうか、大丈夫よみたいな。神様が何とかしてくれるから、守ってくれるからみたいな。感じなのね。で、可能性のところにマジシャンの逆。何が起こるんだろうね、大橋さんね。なんだろう。最終的にはいいの、ソードの銃の逆なので、もう相当よっぽどの苦しみとかがあるんだけど、そこからようやく最後に解放されるって出てるの。何解放される？なんか気分よく解放されるならいいけどね、スカッと。あ、なんか、やっと苦しみから抜けたよ。やっと、ね、こう、晴れ間が見えたよ、みたいな、スカッとならいいんだけど、対策注意点に悪魔が出てるのが怖いなと思って、そう。何か、ね、今いる状況から抜けることで、こうさ、そういうこと逃げちゃうとか、なんだろう、なんて言ったらいいの？状況をこう、からこう、そう、移動す、それこそまた移動するとかさ、何かをこう大きく変えることで、で、それが、なんだろう。悪魔のカードって執着とかさ、なんか自分自身を縛りつけるみたいな、ね、あんまりよろしくないカードなのでさ、なんか変なところに行っちゃうことで解放されないといいなって思った。大丈夫かしら？さっきなんか、あ、長尾さんか、めちゃめちゃ病んでて、あの、
うん、とにかくメンタルをって言った。大橋さんも若干種類は違うんだけど、もう限界ですみたいなのは同じだから、大橋さんもちょっと長尾さんと似た感じ。うん、なんだろう、間違った方向に行かないようにしながら辛さを解放してほしいなって思ったよ。ね。だから、ちょっと、長尾さん、大橋さんはちょっと仕事どころじゃないみたいな。うん。そう、仕事を語るどころじゃないメンタル状況みたいな感じが出ちゃった。大変。かなり大変。いや、こんなに、ジャニーズのグループをこう、一人ずつだって、こんなに大変だったことってあったかな？ねえ、しかも二人とも、二人っていうか、七人中二人、長尾さん、大橋さんが、むちゃくちゃこう、闇に落ちてるみたいな感じが出たからさ。じゃ、すごく心配だね。若干っていうか、うん、心配です。なので、温かい目でね、見守っていきましょう、と思いましたよ。はい。では、じゃんけんいきます。たまーきじゃんけん。じゃんけんぽい。チョキなので、グーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。